ついに試乗できましたね。はい、SLSAMG なんですが、はい、まず取材に行って面白かったのはですね、AMG のエンジニア、はい、彼らがですね、SLR マクラーレンとは比べてくれるなという雰囲気が、はい、言ってましたね。まあ、というのもこの車はですね、AMG が全てを作った初のオリジナルカーなんですね。はい、ガルウィングでちょっと注目を浴びてますけれども、非常にピュアなスポーツカーなんですよ。うん、メルセデス初のって言ってましたよね、スポーツカーだ。はい、そうですね、まあ、ピュアスポーツだという言い方でしてね、はい、あの SLR マクラーレンはピュアスポーツではないということを暗に言ってるんですね。彼らとしては非常にこう対抗意識があるというか、うん、マクラーレンとは違うよということを言ってましたね。はい、ただ向こうの方があのカーボンボディで5000万円から7000万円ぐらいしますから、はい、それに対してこちらは2000万から2500万円ぐらい、はい、僕らとしては、まあ、なんか手の届きやすくなったメルセデスベンツ系のスーパースポーツかと思っていたら、はい、そうではないと。アルミを使って安くはしてるけれども、こっちの方が全然ピュアスポーツなんだというふうに話してるとね、みんな言ってましたね。すごくプライドを持ってましたよね。はい、でこのガルウィングもですね、実は最初から使う予定だったというわけではないみたいです。いろいろとその重量バランスであるとかトレッド、ホイールベース、そういうものをまず理想的なものを決めて、その後にデザインを考えているときに、あ、これ昔のガルウィング使えるじゃんということになって、たまたま使ったというような言い方をしてました。だからガルウィングありきのモデルではないんですね。はい、SLSAMG の写真のところに来ています。まあ、見ての通りエンジンがこの車軸の後ろ、もう完全にフロントミッドになってますね。で非常にこう低い感じもよくわかると思います。で、まあ、重量バランスを良くするためにトランスミッションを後ろ、トランスアクセルにしてますね。でこれをあのエンジンからミッションに、力を伝えるためにトルクチューブなんですが、この中のシャフトが、カーボンになってます。 LFA とはちょっと違いますね、この辺がね。まあ、どういう特性があるとか、いうことをこれからちょっと取材してみたいなと思います。まあ、でもこれに関しては非常にこの高回転で回るものがカーボンになるということは、スチールに比べると半分ぐらいの重さになるということなんで、まあ、非常にいいんじゃないかなと思ってます。で、アルミのスペースフレームですが、ボディもほとんどがアルミ製ですね。図を見てみるとレインホースの一部とかそういうところにスチールを使っているみたいですが、全体的にはほとんどがアルミ、1600キロ台の車重に収まっています。それでまあ571馬力ですから、まあ速くないわけがないです。0100キロ 3.8 秒ですから、フェラーリ F430 なんかよりも100キロまでは速いですね。で燃費も今回は、よくしているということです。まあ、あの直噴ではないんですけれども、 CO2 でいうと300g ちょっと、 308g だったかな。まあ、DCT の採用や軽さ、それと空力の良さなんかで燃費も考えているということです。この車の特徴って何なんですか？ズバリ重量配分にこだわったことでしょうね。低重心でもあります。ですからその辺が SLR マクラーレンとは違うと、違ってピュアスポーツだっていうことを強調したいみたいですね。さあ、これがそのトルクチューブの中のカーボンですね。まあ、非常に軽いです。4キログラムと書いてありますね。で、50% スチールより軽いと。それからこれがクロスメンバー、ダッシュボードのクロスメンバーですね。ここも非常に車の剛性なんかにとって大事な部分ですが、軽くて剛性が高いというふうに書いてありますね。アルミニウムです。これも 8.8 だから、まあ、4キロぐらいなんですね。でこちらにあるのがセラミックブレーキ、 AMG としては初だそうです。まあ、今セラミックブレーキも昔のイメージとは違って、その低音域で効きが悪いとか、よく減るとかですね、そういうレーシーなやつとまたロードカー用のものとは結構違うと思います。ラグナセカですね。はい、私2回目だったんです。はい、石井さんは初めてです。おお、初めて走った。
はい、あのグランツーイスモでは一応確認してきましたけれども、はい、今回初めてで結構緊張しました、うん、あと、まあ、ラグナセカといえば有名なイベントがありますよ ね、 そうですね、モントレーのヒストリックカーとか、そうですね、はい、あのペブルビーチの、はい、コンクールデレガンと一緒に行われる、はいはい、まあ、そういった意味でアメリカの演奏にとっては聖地みたいなところですよね、はい、いよいよサーキット走行です、初ラグナセカなんでちょっとコースを覚えるのが大変そうですけど、あの名物コークスクリューとかどこでブレーキ踏んでいいか全く分かんないですよね。この撮影は大変でした。旅行に乗っててもうカメラ構えてますしねあのそれに高速コーナー多いですよね。そうですね、はい、すごい時間かかるし、結構しかも長い時間かかりますね、はい、であと見晴らしが結構アップダウンがあるんで、そうなんですよ、坂の上の雲が見えない状態みたいなところとかありますから、縦地横地、そうなんですねで一番大変なのはコークスクリューだと思ってたんですけれども、はい、実はそうでもないです、うん、コークスクリュー越えた後の左後の左下りながらの揺られて揺られて、あの徳田さんがうってなんか埋めてたんでちょっとアクセル緩めちゃいましたけれどもただまあ今回はあのペースカー付きだったんですね実は、とはいえトーマス・イエガーとシュナイダーっていう DTM ドライバーで、はい、後ろからつついていくと、どんどんペース上げてくれますから、まあ、その辺はねかなり楽しめましたね。楽しそうでしたよね、はい、これが例のコークスクリューですね、はい、あの映像を見ていただいても分かると思うんですけども、はい、一番前の黒い車、はい、これはレーシングドライバーが乗ってるんで、クリップちゃんと取ってると思うんですよ、はい、で後から続いてる車は取れてないんですよね外から見てるとすごいよく分かります、はいはい、実は僕も全然取れなかったです、はい、というのもあの右コーナーで、急激に下がってますから、で左ハンドルから見るとですね右側の下のクリッピングポイントが全然見えないんですよ、はい、だから見えないまま寄せなきゃいけない、これにはもう慣れるしかないんですね。何周ぐらいで慣れました？10周ぐらいですかね、ちょっとずつ寄ってって、こう縁石にタイヤが当たる感覚を見ながら寄せていきましたが、その後のライン取りに関わるんで、あそこきっちり寄せてあげないと次の左左っていう長いコーナーがですね、辛いんですよね、うまく入っていけないんですよ、はい、まあ、この辺やっぱり走り込んでいかないと、ラグナセカ攻略できないなっていうところでしたね、でフィーリングはどうだったんでしょうか。ノーズの動きが結構速いんですね、これワインディングでも思うんですけれども、はい、なかなかもう限界に達しないぐらい、多分公道で乗ってるだけだとちょっとフラストレーション溜まるかもしれないですね、使いこなせないか、まあ、楽しいんですけどこいつの限界はどこにあるんだろうっていうのをこう、攻めてみたくなる欲求が出てきちゃうんですね。なるほど、だからサーキットに行きたいと。なるほど、はい、石井さん的にはズバリ好きですか。はい、好きですよ。でただ2500万円ぐらいあったらフェラーリカリフォルニアと悩んじゃいますね、サーキットに行く機会が多いんだったら SLS AMG がいいかなと思います。この SLS AMG は今までの SLR マクラーレン、これの後継車種のように思われてますが、開発者なんかに聞いてみるとあまり関係ないと、この車は初めて車体もエンジンも AMG が仕立てた車です。まあ、なんか AMG がねすごくプライド持って作ってるという感じですね。エンジンは C63AMG なんかと基本的には同じ 6.3Lv8 なんですが、ずいぶん手が入っていて型式も変わってます。570馬力ぐらいありますね。でトランスミッションなんですが、これもメルセデスとしては初めて DCT デュアルクラッチトランスミッションになりました。ただこれもですね、今までは 7G トロニックという、トルコン AT ベースのスピードシフトだったのを DCT に変えた理由はですね、
重量バランスだそうです。特にその変速スピードとかそういうものではないと、あくまでこの重量バランスの良さにこだわってトランスアクセルにするために DCT を使ったということです。乗ってみると本当にその重量バランス47対53というこの良さがですね非常によく出てますね。アルミのスペースフレームなんですが非常に剛性高くて、かっちりしててサスペンションはスムーズに動く、あんまり硬いっていう感じしないんですけれども、ピッチングとかロールとかねうまく抑えられていて、こうちょっと今街中も乗りましたしサーキットも乗りましたけどあんまりこうシャシー的に欠点らしい欠点がないなっていう感じがしています。特にアルミボディって、スチールと違ってなんかこうパツパツしたなんか微振動みたいなのをよく感じることあるんですがこの車はあんまりないですね。この中に収まってみるとノーズがすごく長くてでピラーがこう結構立ち気味なんですね。でウィンドスクリーンは結構遠くにある感じ、なんかね独特なクラシックなスポーツカーのイメージですね。で取り回し的には基本的には悪くないです、ボディのサイズ感とか掴みやすいんですけれどもちょっと A ピラーが太くて、さらにドアミラーがでかいんでちょっとね見にくい時もありますね。ブレーキはスチールのブレーキとカーボンブレーキと両方用意されています。さっきサーキットで乗ったのはカーボンブレーキだったんですがやはり最初のタッチとか結構ガツンとくる感じで、効きはいいです。ただ今日ペースカー付きの走行であんまりブレーキ酷使してないんでどこまでこう熱的に持つのかとかそういうのはちょっと分かんなかったですね。ステアリングなんですが結構操舵力軽いんですね。普通のサルーンぐらいの重さしかなくて最初はちょっと戸惑いましたこれで。結構ギア比もクイックな感じなんで切りすぎちゃったりすることもあったんですが慣れてきたらもう10分ぐらい乗ったらねもう完全に慣れましたね。でよく観察してるとインフォメーションも結構あるし、疲れないんじゃないかなと思います。